はい、皆さんこんにちは。今回は灘高校2019年の、計算問題をやっていきたいなと思います。よろしくお願いいたします。はい、今回の問題は、どういったの初見では結構難しい問題なんですが、最終的にちゃんとできたら面白い問題となっております。はい、それではやっていきましょう。はじめなんですけど、この式を最初分配法則でこう分配法則ですね、こんな感じで計算をしていきます。はい、そうすると計算すると、はい、こんな風になりますね。で、その後どうするかって言ったら、分母 A で揃えていきます。はい、 A で揃えるとこうなりますね。はい、その次 B で揃えていきます。これとこれですね。こうなりますね。はい、その次 C で揃えてます。これとこれとこれで揃えます。こうなりますね。はい、その次は D で揃えます。これとこれとこれですね。はい、こういうふうになります。この時にこの式を用います。例えば、D は 4-A、他にも A+C+D は 4-B、A+B+C は 4-D。 で、この式はどうやって使うかというと、 4-A というのが、B+C+D で B+C+D なんで 4-A に変えます。ここを変える。はい、他にも A+C+D ってここですよね、変えることできますね。なので 4-B。はい、その次 C ですね。ここ A+B+D は 4-C になります。なので C 分の 4-C になりますし、ここも同じように A+B+C はここなので 4-D。 はい、こんな風に式は展開できます。で、その次に A 分の4とA 分の -A なので、 A 分の -A って言ったら -1 ですよね。なのでこんな風に変えることができます。これも同じく、やり方は同じです。こんな風になりますね。だから -1-1-1-1 なので、こっち移行したら、はい、-14+4 になり、他はA 分の4足す B 分の4足す C 分の4足す D 分の4になります。4で割ると A 分の1足す B 分の1足す C 分の1足す D 分の1は、はい、-10 で、4で両辺で割ると、はい、-2/5が正解になります。なので今回の答えはマイナス2/5が正解になります。はい、今回の問題はきっちりやれば、どういったですかね、綺麗に求めることができますし、まあちょっと規則的な問題になって結構面白い問題だと思います。今回の問題が面白いと思いましたらグッドボタンをよろしくお願いします。また応援していただくためにチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた。ありがとうございました。今回の問題はもし分かりやすかったらグッドボタンを、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは次の動画でまた。では。